スダンレッドまたは、スーダンレッドは、アゾモトを持つ、芳香族化合物で、赤色の合成着色料として用いられる、化合物群、別名スダン R、ソルベントレッド1、多くの種類があり、スダン、スダンレッド7バイトなど、番号や記号を添えて区別される、新油性があることから、石油化学製品などの着色に用いられる、発ガン性が疑われることから、多くの国では、 食品添加物としては認められていない。同系の赤色着色剤に主に下記がある。一連のスダンレッド系の色素のうちの一部について構造式を示す。国際岩研究機関の分類では、スダンアイ、スダンツースダンリースダンレッド7バイトの4化合物がグループ3に分類されている。欧州食品安全機関の報告では、スダンアイについては、 遺伝毒性及び発言性が認められている。スダン2、スダン3、スダン4、スダンレッド7バイトについては不十分なデータしか得られていないが、スダン I と同様の代謝産物が生じることから、同様に遺伝毒性並びに発言性を持つと推定されている。2003年、インド産の唐辛子がスーダンレッドで着色されていることが、フランス当局の分析にて判明。 存在が広く知られるようになった。以後、EU 圏内で監視体制が強化され、2005年にはイギリス国内にてスーダンレッドの含有が確認された300種類以上の食品が回収される騒ぎとなった。中国当局は食品への添加を禁止しているが、食品の安全性に対する知識の欠如やモラルの低い冷裁業者を取り締まることが完全にはできず、2005年頃から、 しばしば国内で製造される食品についての摘発事例が報道されるようになった。具体的には2005年には漬物に2006年には先端に添加した例が摘発されたことから監視体制を強化した結果2007年2月には口紅からの検出事例が3月には北京市内のケンタッキーフライドチキンが使用したチリペッパーからの検出事例が報道されている。 3月の検出事例は、ケンタッキーフライドチキンのほか、カップラーメンなどの食品製造業者数十社も合わせて指摘されており、販売、製造停止などの措置を受けている。2007年3月、ベトナム保健省食品安全衛生局は、隣国の中国でスーダン列島を含有する食品が発見されたことを受け国内の調査を実施。同年4月には、 国内で流通している食品に問題はないとの発表を行った。しかし2007年5月、ベトナム国会薬品試験所は、ベトナムで流通している中国製口紅の3ブランドの KQ サンプルから発岩性物質の着色料を、スダンが検出されたと発表した。同年5月には、シンガポール当局がベトナムから輸入したアヒルの卵の加工品から、 スーダンレッドを発見したと発表している。ありがとうございます。